今回ですね、お仕事でタイに呼んでいただいてるんですけど、撮っていきたいと思います。今日は飛行機で私がいつもしていることをちょっとやっていこうかなと思います。フライトの時に持っているものは意外に水筒です。あとは飛行機の予備も2つ入っているんですけど、そこの中にはマスコとか充電系のものだったりとか、あと現地で使うちっちゃいお財布、あとは濡れマスクが必需品です。現地に着くまでにさすがにメイクしようかなと思うので、メイクボックスを持ってます。今日はこのゲラーのリップだけしてきました。色付きのリップだけで、今から保湿をして寝る準備とにかく寝るということなんですけど、今から保湿したいと思います。僕はね、2つ持ってきたんだけど、リズムのこれ空港にも売ってた、すごい大人気なんだけど、こちらも確保していきたいと思います。ちょっと日焼け止め塗ってるので、ちょっと軽く拭き取りをしながらパックしていきたいと思います。軽く拭き取って、それとちょっとスッキリするのパックしていきます。私バンコクにおります。バンコクに来た目的はですね、今回不動産を見てこうだよ。セレブっぽくないっていう感じなんだけどあのさ、今ほら結構バンコクとか海外にもちょっとなんかこう物件をこう気になって見る方っていらっしゃるじゃない。で今回は、まあ、バンコクのそういうね物件見に来てくださいってご招待していただいたんですが、リストサザビーズインターナショナルリアリティさんっていう会社なんですけども、サザビーズってあるじゃない、世界的なオークションの、それの不動産部門をされている会社なんですけど、ということはめっちゃ信用があるわけよ。それやっぱりさ、あの海外に物件買うとか、ごめんね、私ごめんね、買わないかもしれないんだけどちょっとごめん、買えないと思うんだけど、買う場合はやっぱりそれぐらい信用があるところでしか買えないじゃない。
怖い怖い。だってさ、別にバンコクに来て見て買える人はいいけど、買えない人もいるし、やっぱりそういう信用のおけるサザビーズの不動産部門やっていらっしゃる会社っていうことで、すごく信用があるので、私今回ちょっと楽しみにしてるんですけれども、本日は合計3件気にならない？別にバンコクだけじゃなくて世界中に物件ご紹介していただけるんですよね。なんで日本とか素敵なね別荘とかさ、そういうの探してる方とかにもとってもいいと思う。もちろんお家もいいんですよね。お家もいいし、なんかちょっと2、3軒目みたいな物件みたいなセレブリティの方とかにもおすすめな不動産屋さんなんだって、なんかどういうところで買えばいいのかなみたいな方とかのね、ぜひ参考になればと思いますし、第二の人生バンコクで、第二の人生ハワイでとかさ、なんかそういう方っていらっしゃると思うんだけど、そういう方の参考にもなれば嬉しいなと思います。私なんかはなんか海外じゃなくてもさ、わかんない、葉山とか軽井沢とか近場でさ、なんかいい別荘とかあるのかななんて思うけど、ネットで調べたってよくわかんないから、そういった場合リストさんに聞けばいいんだっていうことよね。ちょっといろいろ聞いてみようかなと思いますよ。お会いしたらね、この期間に土地を転がし出すだけだわ。今日私財閥っぽいじゃない？改装よね。やっぱりね、やっぱ改装な感じで行かないとちょっとバカにされると嫌じゃない？リストさんとかにもバカにされたくないの私。マウント取ってこうって、うん、まだあります。どう、土地転がしそうじゃない？はったりかますのに大変よ。私もお金持ちぶらなきゃいけないの大変よね。次出してちょうだい。はい、1軒目到着いたしました。ご覧くださいませ、こちらのゴージャスなハイヘリテージ。まあ東京で言えば六本木みたいな感じらしいんですけども、すごいわね。行ってみよう。1軒目から期待大なんだけど、なんか日本の方も結構多いそうなんで、住んでる方なんかその辺もいいね。はい、今回ご紹介いただきます、竹井と申します。竹井さん爽やかね、爽やかよ、爽やか、よろしくお願いします。ほんとホテルね、え、ちょっと中楽しみ。改装よね。2、3軒ちょうだいっていう感じがわかる。36階の新しい公開されたお部屋をご案内いたします。すごいわよ、いきなりキッチンだよ。これなんか新鮮だね。家具家電付きだって、いきなり住めるね、楽ね。なんか財閥感がすごいわね。ちょっと136平米。おー広いね、いいじゃん。こんなものついてたらめっちゃ良くない？テレビもついて完璧じゃない？すごいわね、130平米一等地。私値段当てていきたいと思いますので、すごく頼りないと思うんですけど、値段当てていきたいと思いますので、はい。すごい過ごしやすい国なので、学校であったりとか、一番医療環境ですね。そうなんですか。通用する病院が近くなる。ああ、ポイント高いわ。リタイア後とかに社員に来て過ごされるお客さんもいらっしゃいます。眺望がまたね、すごい。36階で、うーわ、高っ。36階、すごいですね。いいマンションがあちこちにあるような一等地ということですね。これ窓開くんですか？36階ですけど。私窓は開くんですね。東京って開かないじゃない？あ、本当だ。魚焼いても大丈夫そうですね。これ何？これが食洗機になります。これ食洗機？はい。これ、新しい冷蔵庫大きい。トイレも立派。これシャワーだよ。そうですね、はい、シャワー。ちょっと想像つかないんだけど、この値段。ベッドも快適、メイクもできて、なんかすごい、クローゼットもちゃんとついてる。こっちなんか雰囲気違うし、収納もすごいあるし。あ、こっちがマスターベッドルーム？全部マスターベッドルームぐらいでかいよ。本当に。失礼します。うわ、チュダンテがいますかね、チュダンテ。
知ってる？ネットフリックスのみんな見てる？これはマスターベッドルームだ。景色がねいいよね。え、東京よりは安いという考えでいいんですか？え、だいぶ安い、だいぶ安い。え、マジ？はい、では1億7000万どうでしょう？はい、わからないわ。東京だ。わかる。え、ありがた迷惑。過去ありがた迷惑。2億7000万。もうわかんない。高い高い高い。わかんない。待って、私だってね一瞬ね、あのマンションに暮らしたわよね。一瞬仮住まいで高かったわよ、六本木港区。え、ちょっと待って、東京より安いんですよね？本当に安いんですか？え、もう分かんない。タイ140万月。おお、あ、80万は安い、80万は安い。あらららら、ホテルじゃない。え、気持ちいい。商社だわ。商社ですね。これはなんか戸建てにはない良さだね。いいですね。ここで、あのあれね、奥様方の戦いがあるわよ。すごい。こういうオプションが高くてやっぱり2億7000万そうですよね。あんなさ、プールとかヨガとか、こんなここまでないよね、やっぱり。わからないけど、東京だとね。こんないい物件見せてくださってありがとうございます、リストさん。楽しいね、楽しいね。ちょっとあの物件巡りが趣味になってきちゃったり、あっちこっちで冷やかして。2軒目にやってまいりました。こちらですね、これからあの完成するみたいでショールームだそうなんですけど、ゴールデントーンロー8。これまた外観いいね。すごい。東京で言えばどちらですか？トーンローエリアっていうか、その六本木みたいな。あ、やっぱ六本木なんだ。どちらかというと、ちょっと感性豊かな、はい、あ、疲労寄りでしょうか？あ、これはもう一等地中の一等地ということでございましょうか。それではじゃあお邪魔します。さっきご覧いただいた物件とまたちょっとテイストが違うんですけど、このエリアが高さ制限のあるエリア。好き、そういうの好き。あの8階の建物になっています。うんうんうん。え、私はね、高層よりこういう方が好きなのよ。で、しかも高層があんまりないんでしょ、この地域。そうですね。よりいいわね。え、これ？え、いいね。すごい。え、ここは何平米想定？43です。あ、え、なんか。広がすごい広く感じます。わかる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 。あ、ここ？ああ、それは大事ですよね。全然そのちょびっとで違いますよね。え、ここも家具付きなんでしょうか？今期間限定で家具付きで。ちょっと待って、値段分かりづら。わかるわかる。だからなんていうの、本当素敵に暮らしたいっていう前向きな気持ちが伝わってくる。ちょっと待って、トリトンロで、まあ広。駅はどのぐらい近いんですか？駅からですね、12分から15分。まあまあでも、まあまあ距離ですよ、12分。わかる。1億5000万円。4200。え、安い。ああ、いらない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 。うん、いらない人にとっちゃなんか無駄がなくてよろしいですね。確かに、あっさり住みたい方は。あっさり住みたい方は。ちなみに70ってマックスはどれぐらいなんですか？これは70で。え、これはさ、家族で住めるよ、これなら。落ち着き空間。なんか内装がなんかちょっとバブリーだよね、やっぱり。なんかあの日本のそんとお家とかよりなんかすごいダークトーンっていうか、なんつうんだろう、重厚感。え、家賃もどんぐらいなんだろうとか思っちゃう。当てていいですか？え、これね。で、ここ広じゃん。だから家賃としては40万。30
20万から35万です。おお、優しい優しい、え、優しくない？優しい。購入したら当てよう当てよう。じゃあ聖子さん当ててみ。みんな私さっきの4700万で800万。え、安い。じゃあちょっと買っていい？何もない。はい、3軒目にやってまいりました。ここはもともとチョコレート工場だったんだって。すごく大きいチョコレート工場なんだって。この上の方に物件があるらしくてリノベーションしたって。で、持ち主はドイツ人の方がリノベーションした物件らしくって、ちょっと周り見て、周りなんかね、日本食屋さんがあったりとか、あとイケてるスタバとかがあったりとかして。え、ちょっとさ、これリストさんじゃないとなかなかない感じねえ。この中の一部屋を買えるの、買うの？いや、もうここ全体です。え、ワンフロア買うんだってよ。ワンフロアです。え、ここがいいやつ。あ、かわいい。ちょっと待って、私ここがいい。なんだろう、落ち着く。滝沢だよね、滝沢だよね。景色もいいですね。私これがいいわ。今日で、今日3軒中これがいいね。え、落ち着く。今分かる。ここは東京で言えばどこですか？東京で言えばですね、恵比寿とかだと。え、恵比寿ってやったら結構ハードル高いですよ。ここ落ち着くもん。やっぱ私こういう方が好きなんだな。分かります？え、これはあのチュダンテの家ですか？あ、ここに殺すキットとかは入ってないですよね。人殺しのキットとかは入ってない。人殺し、これ、トイレです。やっぱドイツってデザインがいいじゃない、ドイツの。うん、なんか安心するわ。 なんだろう、何これ、気がいいわ。ここ買う人いいわよ、すごいいいと思う。え、だってあれ降りたとこからですもんね。あ、そうです、320平米。広さはバッチリだね。え、いや、まあ、バグルは値段わかんないわ。家具の雰囲気もね、落ち着いてていいですね。あ、これ、はい、あ、いい。あ、こっちにベッド、これはいいや。あ、ちゃんとバスタブもついてますしね。これは落ち着くわ。これ何？これは？これはですね、うん、あ、駐車場に行けるってこと？え、またこれはあのドラマに出てきそうなあの、ね、確かにあるある、ここ。チュダンテが殺しに来るみたいな。直接帰れるんですね。すごい。あ、そういった点においてもセキュリティが、なんか一戸建てに暮らしてるみたいですね。一戸建てね、住むならここがいいな。というわけで、え、何平米でしたっけ？また326平米。でかくない？駅徒歩は立地的には、なんか何の番組これ。急に、恵比寿でしょ、恵比寿でしょ。結構いいですよね、恵比寿。恵比寿で300何十平米って言ったら結構もう5億円ぐらいは、5、6億するよね。3億円。おお、滝沢土地転がしに向いてるかもしれないですね。やっぱでも高いね。でもなんかしょうがない感じする。いいですね、すごく好きでした。3軒全然違うの見させてもらって、本当にリストさんありがとうございます。いい経験させていただきました。いや、なんか日本のなんか不動産見るのまた違う楽しみ方ありました。リストさんすごくいい物件持ってらっしゃいますので、日本でもぜひリストさんにメールすればいいんですか？はい、連絡すればお問い合わせはリストへなんつって。今日の女子会には金本さんいらっしゃいますね。4人の女子旅最高でした。最高でした。だけどタイが思ったより暑くなくって助かった。本当に
私が毎日していた、最近私たちが毎日余っているパスタを持ってきましたよ。皆さん、リズムさん知ってるんですか、ね、いや空港で売ってたの見た。え、どこの羽田羽田、最後のコンビニで売ってた。リズムさん、見たい。で、私は飛行機とかの持ち運びにこれがいいじゃん、うん、1枚ずつ。そう、で、私はこれしてきたんだけど、こっちの1枚入りの方が成分がすごくリッチ、で同じ色だけど、こっちの方が枚数は多いけど、成分はこっちの方が1枚入りだし、成分もいいし、7枚入りコスパいいですよね。わかる、7枚入りコスパいい。すごい入ってるじゃん、液体。入ってる。7枚入りいくらだ。毎日の勢いでやってます。7枚入り700円。え、1個100円ってこと。そういうことです。で、これは1枚入りは1枚220円からです。あ、じゃあちょうど倍ですね。いいね。辛いから、もしかしたらちょっとこの、あ、そういう高いのもあるのか。で、首までのタイプとかもあるから。そうか、これ首なんですね。首まであるの。そう、首まであるのいいです、ね、大事、めっちゃ大事。ちょっとカツ食べろよ。カツね、あれじゃないですか、あのピンク保湿。あ、保湿ピンクなんか女子旅って感じで、なんかなんかこうやってつけるとなんかちょっとやっぱ干渉してたのかもって感じがする。いいな。何なのみんな。今日の振り返りでもできますか。できますよ。はい、もう女子旅すごい、潤いがすごい。満たされました。満たされるよ、ね、そう、ツヤタイの物件見るの本当初めてだったから、何回か別荘欲しくないみたいな話になってたんだけど、そういう方にいいかも。なんか相談したらいろいろと相談乗ってくださいそうでしたよね。金本さんの友達は買ったからね。そうマンションとかも結構本当に大きいものから小さいものまであるそうなんで、ぜひリストさんちょっと視野に入れると絶対いいよね。とうとうあの物件の不動産に手を出して滝さんも大人になったなっていう。いい勉強になりました。本当の勉強になりました。すごい勉強になった。結構滝沢さん通して勉強になりますから。いや、本当。一本目ではね、こうやってあの不動産をちょっとご紹介しましたけども、二本目は純粋に私たちのタイでどんな風に過ごしたのかをご紹介したいと思いますので、はい、ぜひご覧ください。じゃあまた食べて寝るよー。